中野坂駅は宮城県仙台市宮城野区坂へ4丁目にある東日本旅客鉄道仙石線の駅である。JR の特定特市内制度における仙台市内に含まれ仙石線,線においては最も東の仙台市内の駅である。当駅青葉通り駅間は仙台市地下鉄との代替輸送対象路線に指定されており、当駅は 新井駅が大体輸送指定駅とされている。仙石線仙,仙台市内区間が運転見合わせとなった場合は、仙台市地下鉄東西線への振り替乗車が認められる場合がある。駅周辺の地名、中野と意を合成したもの。また、中野地区が栄えるようにとの意味合いもある。元々の地名は中野技栄だったが、1976年10月に、 新住居表示実施の際、坂へ一の五丁目とした。開業前の仮称は中野駅だったが、すでに中央本線に中野駅が存在していたため、区別のために中野と所在地である A を合成したとも言われる。ホーム相対式ホーム二面二線を有する地上駅で、当時東北地方では初であった、京上駅舎を備える。 多賀城駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する業務委託駅。緑の窓口、自動改札機、自動券売機、自動生産機設置駅。2008年2月から発車ベルの使用を開始した。当初は上りホームのみの使用であったが、ほどなくして下りホームでも使用されるようになった。以前は付近にある、 仙台育英学園高等学校に通学する生徒のため、下りホームの北端に臨時出口を設けて朝の通学時の未使用しており、自動改札導入を機に使用停止したが、出口設備は減存している。当初は駅前ロータリーが存在しなかったが、仙台市のアクセス30分構想に基づき4.8億円かけて南出口側の空地をロータリーに改修し、現在は バスやタクシーが出入りできるようになった。また、道路付属物駐車場、仙台市中の坂駅駐車場が設置された。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は5550人で、ある。2015年に仙台海の森水族館が開業したことなどもあり、2014年度から2015年度で約600人増加した。 1999年以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。